こんにちは、ヘルバスファームです。今日は届きたてほやほやの台湾便アガベをご紹介したいと思います。昨日入荷し、動画も届いた日に撮影していますので、新鮮な株をご紹介できるかと思います。久しぶりに開封シーンもお届けしつつ、入荷株それぞれを一緒に見ていきましょう。今回の入荷は台湾の人気ナーセリーであるライズガーデニングからの仕入れになります。何回も輸入している僕ですが、ライズ瓶はいつも開封が楽しみで仕方がありません。いつもライズさんと相談しつつ、自分で選んでいる株ではあるものの、画面越しで見る株よりも実物は期待を大きく上回ることが多いからです。今日はそんなドキドキを皆様と共有しつつ、どんな株が入ってきたのかをご紹介します。現在インスタグラムにて予約会を開催しておりますので、この動画をご覧いただき、この株が気になるという方は概要欄のお問い合わせよりご連絡ください。それでは今回も見ていきましょう。と言いつつ申し訳ございません、開封画面の前半部分が撮れていませんでした。一人で興奮しているだけのシーンになってしまったので、ここは早送りで一気に終わらせます。これで全て出し終えました。通関に時間がかかり、結構の間倉庫に放置されていたので、株の状態が少し心配でしたが、全て問題なく届きました。とりあえず一安心です。では早速今回のラインナップをご紹介いたします。まずはレッドキャットです。ネーム度があふれ、特徴がいまいちわからないという株が多くなりつつある昨今、特徴がしっかりとある普及種はやはりいいということをお伝えしたく今回入れています。続いてこちらはシャークソードになります。ライズのシャークソードは本当にかっこいいにつきます。今回は育成を楽しんでいただきたいという思いから小株を中心に入れています。お隣は以前より仕入れのご希望が多かったカニになります。こちらも小株を中心に入れています。こちらは一株のみですが、フクロウになります。続いてこちらがレッドキャットと同じ思いで仕入れた白ゲーになります。こちらは個人的にライズ株で特におすすめのシャークソードになります。こちらはカニの小株です。そしてこちらがフィッシュボーンの小株になります。以上が今回のラインナップになります。続いてそれぞれの株を細かく見ていきましょう。まずはこちらがレッドキャットのナンバー1になります。今更レッドキャットと思う方もいらっしゃるかと思いますが、ライズのレッドキャットは一味も二味も違います。レッドキャットの特徴であるいかつい白い巨種とグリーンアップルカラーの灰色のコントラストがとてもかっこいいです。レッドキャットの葉は縦に伸びがちですが、肉厚で短い葉をギュッとまとめたフォルムも美しいです。いろいろな株を見てきたという方の方が一周回ってこの株の良さをお分かりいただけるのではないかと勝手に思っています。今回は3株のみの入荷ですが、ナーセリー所有の数あるレッドキャットの中からナーセリーのおすすめを聞きつつ、特にいいと思う株を厳選しております。いずれも素晴らしいレッドキャットで、きっと気に入っていただけるかと思います。以上3株が今回仕入れたレッドキャットになります。続いては白ゲーをご紹介いたします。先ほどもお伝えしましたが、白ゲーもレッドキャットと同様に普及種の良さをお伝えしたいという思いから仕入れております。とはいえ普通の株を仕入れても面白くありませんので、ライズの素晴らしい白ゲーをチョイスした次第になります。ボール型のシェイプに加え、シーザーのようないかつい巨種をまとう姿は
とても美しく、さすがライズの株だと思います。デッドキャットと白鯨はすでにある程度完成された姿を楽しんでいただきたいので、今回は大株のみの入荷になっています。原点回帰としてライズの素晴らしいレッドキャットと白鯨はいかがでしょうか。続いてはフクロウをご紹介いたします。別名ではアザラシと呼ばれているチタノタになります。一般的なフクロウは大きな歯を豪快に広げて展開していきますが、この締まった姿もいいなと思い、一株だけ仕入れております。このオールド感もかっこいいですよね。続いては当店で人気のカニになります。以前から小株を入れてほしいというリクエストをいただいておりましたので、今回仕入れております。こちらは中株程度ですが、すでに特徴がよく出ていて、とても美しい個体だと思います。続いて小株を見ていく前に、ナーセリーのところの三高野株の写真を送ってもらったのでご紹介いたします。大株の姿を頭に入れつつ、小株を見ていきましょう。カニの小株は全部で3株になります。こちらがナンバー1の株になります。続いてこちらがナンバー2です。最後がこちらのナンバー3になります。どれもすでにいかつい挙手が出ていて、今後の成長が期待できる株だと思います。ちなみにこちらは同ナースリーのところから仕入れた個人所有の中から大サイズ程度の株になります。こんな感じで締めて育てても素敵かと思います。続いてはフィッシュボーンをご紹介いたします。ライズのフィッシュボーンはどれもトップスパインがかなり長く、しっかりと個性のある姿をしています。こちらを管理株として手元に置いていこうと思っていますが、気になる方がいらっしゃればお譲りしますのでご連絡ください。続いてフィッシュボーンも小株を見る前に、ナーセリーの親株をご紹介いたします。そしてこちらが小株になります。フィッシュボーンも3株の入荷です。こちらがナンバー2。そしてこちらがナンバー3になります。続いてはシャークソードの小株になりますが、こちらもまずはナースリーの親株をご紹介いたします。めちゃくちゃかっこいいと思います。ではそのシャークソードの小株を見ていきましょう。大株になると短い葉を密に展開するとともに、挙手のバンド幅も厚くなり、とても見事な姿に成長していきます。あの姿をイメージしつつ、小株の育成をお楽しみいただければ幸いです。一押しの株ということもあり、シャークソードは今回全5株入荷しております。ちなみにこちらが当店で管理しているドーナーセリーの大株になります。何か特別なことをしなくても勝手にかっこよく育ってくれるので、初心者の方にもおすすめのチタノタになります。気になる株はありましたでしょうか。
冒頭でお伝えしたように現在予約会を開催中ですので、気になる株があったという方は概要欄のお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。事前にご予約いただいた方には消毒・乾燥後すぐにお送りいたします。寒冷地にお住まいの方で暖かくなるまで管理しておいてというご要望も受けておりますので、どちらにお住まいの方でもお気軽にお問い合わせください。エルバスファームでは入荷株それぞれ今回の動画のようにご紹介しておりますので、次回の入荷も気になるという方はチャンネル登録をお願いいたします。また高評価は動画制作の励みになりますのでお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。